ご視聴ありがとうございます。今回はオープンカーに乗ったら試してほしいことを4つを話してみたいと思います。じゃあ早速1つ目ですが、オープンドライブをしてほしいです。いや、言おうか迷いましたけれど、あえて言葉にいたします。オープンドライブを楽しみましょうよ。開放感もあってめっちゃ楽しいです。例えば目的地へ最短距離で走っていくのもいいですし、ちょっと遠回りをしつつ行ってもいいですし、仕事場への通勤・退勤時に開けて楽しんだり、気分転換をしたり、休日にはあてもなく走って、帰りはナビにお任せするもよし、もしかしたらお気に入りのドライブコースが見つかるかもしれないし、面白そうなお店を発見するかもしれません。ちょっとした冒険気分です。オープンドライブは全然飽きませんね。走る場所が同じでも、まあ常に新しい発見があるとか大仰なことは言いませんが、季節によってその時期特有の音が聞こえたり、朝とか夜のいつもとはちょっと違う雰囲気を感じやすいです。何より髪や肌で風を程よく感じるのはすごく刺激的で楽しいです。特に春頃は気候も安定して日差しもちょうどよくて、もう最高ですね。ちなみに僕はやっぱりこの海岸線か信濃川の土手を走ることがすごく多いです。やっぱり信号が少なかったり景色が良かったりするのが理由ですね。 あと夜に中心市街地を走るのも好きですね。車の速度で街やビルの明かりが視界いっぱいの中過ぎ去っていくのが好きです。たとえ遠回りになっても走って楽しい道を選んじゃいますね。ということで、一つ目は積極的にオープンにして楽しんでほしいです。続いて二つ目、挨拶ですね。バイク乗りで言うところの野営です。初めて挨拶した時は、場所はこの海岸線で相手もコペンを乗っていましたね。相手から手を振ってくれて、その時パートナーも一緒に乗っていて、一緒に喜んで挨拶を返しました。その後はテンションもちょい高めになりつつ、すれ違うオープンカー乗りにこちらから挨拶してました。挨拶を返してくれるとやっぱり嬉しかったですし、クローズにしている車へ挨拶しちゃった時は相手からパッシングの返答をもらったり、まあ当然何も返してこないこともあるし勇気のいる行動ですけれど、返してくれたら嬉しいし、多分相手も嬉しいですよね。ぜひチャレンジしてみてほしいことの一つです。そして3つ目はエンジンを回すです。もちろんルールとマナーの範囲内での話です。おおよそのオープンカーはエンジンや排気に少なからず手間が加わっているので、加速するだけでも楽しいです。コペンなら3000回転以上のターボが効き始めたタイミングからワクワクした感じがあります。オープンにしていると排気音が結構いい感じに聞こえてきます。あと軽自動車なのでルールの範囲内で使い切れている感じが楽しいです。そして最後、洗車ですね。正直偏見が入っていますが、オープンカーに乗る人は洗車も好きなイメージです。利便性で言えばワンボックスや SUV、まあ、オープンじゃない方が高いのにあえてオープンカーに乗っているということは、やっぱりその車が好きだからだと思うんです。好きな車が綺麗だと嬉しいし、ボディ表面の傷とか早々に発見して大きなトラブルになる前に対応できるメリットもあったり、単純に足が綺麗になっていくのは楽しいです。僕は納車して間もない頃は1、2ヶ月に1回は洗車していました。ボディやゴムの劣化を抑えるためにどんな商品がいいのか調べたりもしてましたね。今では洗車の頻度は2、3ヶ月に1回程度に落ち着いていますけれど、今使っているものより良さそうなものはないかとか、つい多くなりがちなケミカルを必要最低限にできないかとか考えたりしていますね。というわけで、今回はオープンカーに乗り始めたらぜひ試してみてほしいことを4つについて話しました。皆さんもこんな楽しみ方をしているとか、嬉しいことがあったとか、コメントに書いてくれたら嬉しいです。それじゃあまた。